いつまでも住み慣れた町で生き生きとした心豊かな生活を送りたい。少子高齢化が進む中、シニア世代の社会参加や就業意欲は年々高まりを見せています。名古屋市が実施した調査でも、退職後も働きたいと希望する人が回答者の6割以上。働く喜びを第二の人生の生きがいに、頑張るシニア世代の力になりたい。それが名古屋市高齢者就業支援センターの願いです。昭和区にある名古屋市高齢者就業支援センター。高齢者の皆さんが人生の第二ステージにおいても社会の担い手として生き生きと活躍できるよう、相談、技能講習、情報提供、交流啓発などの機能を基本に、就業に関する一貫したサービスを提供する施設です。センターの窓口でもある相談コーナー、高年齢者職業相談室と連携し、高齢者の職業ニーズに応じた相談を行います。相談では就業興味チェックリストを使って、どんな仕事に興味関心があるかを客観的に分析。センターの管理運営を行う名古屋市シルバー人材センターの各支部や文化センターでも出張相談を行っています。市内の職業安定所とネットワークを結び、主に55歳以上の方を対象とした求人票を公開。検索機で求職者にできる限り新しい求人情報を効率よく提供しています。またパソコン操作の苦手な方も求人情報を紙面で閲覧できるようになっています。新たに仕事を始めるには、職種に応じた知識や技能が必要です。センターでは主に58歳以上の方を対象に、就業に役立つ技能の習得を目的とした2つの講習を実施しています。こちらは一般企業などへの就職希望者を対象とした就職支援講習、その中の一つ、ホームヘルパー2級養成講習です。降りるときにやっぱりガタンとなりますので、しっかり手で支えるように、そこの足板が低いので、そこの部分からそっと下ろしてください。できるだけ振動が少ないように。はい、よっこらしょ。そうです、一段先ですね。はい、そうです。常にこの人の命を守りましょう。他にも調理業務アシスタントなど様々な講習があります。最終日には複数の事業所との面接会も行い、就業につなげています。デイサービスみたいなところで働きたいなと思ってます。今までね、いろんな方にお世話になりましたので、まあその今度は私がお世話をしてあげるというつもりで始めました。こういうふうにこうやり方を教えていただくと、やっぱコツが分かって、よかったと思いました。毎日ではなく自分の都合に合わせて働きたい、生きがいや社会参加のために就業を希望する方には、シルバー人材センターの就業ニーズに合わせた生きがい就業支援講習があります。こちらは庭木の剪定技術を習う樹木管理講習。この他にも子育て支援、助走などの講習が行われています。センターでは訪れた皆さんが楽しみながら就業に役立つ情報を得られるようサービスに努めています。
資料コーナーの図書ビデオは一部貸し出しもしていますので、お気軽にご利用ください。また支援センターの講習内容などを3ヶ月ごとに紹介するシニアの働き方情報誌ワークワク通信を年4回ほど発行しています。技能講習の修了者が講師となる公開市民講習会、初心者でも取り組みやすい内容で行われる教養文化講座も毎回人気を集めています。さまざまな世代との交流を通じて、家にこもりがちな高齢者が新たな生きがいを発見できるよう、センターはあらゆる角度からサポートしていきます。高齢者就業支援センターでの相談や講習を経て、再び地域社会の担い手として働く高齢者の皆さん、多くの方がそれぞれの仕事に喜びと生きがいを見出しています。緑区に住む小野田悦夫さん、そして上尾翔一さん、短い時間で自分の都合に合わせて働きたいと、会社を退職後シルバー人材センターに登録し、庭木の手入れの仕事を行っています。以前は営業関係やっておりました。まるっきり畑違いのですね、木は正直だもんですから、2年3年続けてやっておりますとね、自分の思うようなこう形っていうんですかね、そういうのが作っていけるもんですから、非常に楽しいですね。これはいい仕事をしてみんなに喜んでもらえるというのは気持ちのいいもんですのでね、それでシルバーなら総利益追求必要ないから、気楽に自分の思い通りに力が発揮できるなというふうに思ったですよね。名古屋市シルバー人材センターには現在およそ8600人が会員登録しています。市内にお住まいでおおむね60歳以上、健康で働く意欲があり、現在常勤の仕事に就いていない方なら誰でも入会できます。内容は施設・駐車場などの管理、屋内外の軽作業から宛名・症状書き、清掃など様々。詳しくはお住まいの地区のシルバー人材センター各支部までお問い合わせください。皆さんもっと定年になった方はこういうことにやってもらうと本当に生きがいを感じてですね、いい人生を送れるんじゃないかしらと、ってこれは自分勝手の思いなんですけども、まあ、そんなふうに思ってるんですけど、この技術を生かしてね、地域の皆さんが喜んでくれるようないい仕事をしていきたいと、健康の続く限りはそうしたいと思っておりますね。高齢者の皆さん、これまでに得た豊かな知識と経験を社会のために、そして誰かのために生かしてみませんか。今後の人生の目標や思いに合わせ、就労に関するさまざまなサービスを提供する名古屋市高齢者就業支援センター。私たちは高齢者の皆さんの生き生きと輝く第二の人生を応援しています。